皆さん、こんにちは。今回は福本大成さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。旧ジャニーズ事務所所属のジュニアグループの一つ A グループ、その A グループの福本大成さんが旧ジャニーズ事務所、スマイルアップとコンプラ違反で契約解除となり、ネットでは、何した？コンプラ違反って理由何？と話題になっています。コンプラ違反の理由として、一発退所、契約解除になっていることから、未成年を妊娠させ、中絶、飲酒ひき逃げなどの犯罪関係ではないかと言われています。公式な理由についての発表はないことから、様々な憶測が流れています。本当の理由を発したところで、信じない可能性も十分考えられますが、謹慎ではなく退所扱いになっていることから、もう少し説明があってもよかったのではないでしょうか。さらに、家宅捜索が入るとの一部情報もあり、一体何をしたら契約解除になるのでしょうか。今回は福本大成さんが何をしたのか、コンプラ違反の本当の理由についてまとめていきます。改めて、福本大成さんがコンプラ違反で契約解除になりました。突然の福本大成さんの契約解除でネットでは大騒ぎです。これまでジュニアの炎上騒ぎは二股、熱愛、喫煙、音源流出、シュークリーム投げつけなどはありますが、即クビ、契約解除にはなっていません。福本大成さんのコンプラ違反は理由が明かされていませんが、事務所からのコメントには、当該事象の詳細につきましては当該関係者の方々のプライバシー並びにご意向を尊重し、公表を控えさせていただきますとされています。ネット上では関係者がいることから、コンプライス違反の本当の理由は未成年、関係や詐欺、飲酒ひき逃げの犯罪ではないかと言われています。では詳しく見ていきましょう。福本大成のコンプラ違反の理由は、候補に上がっていた飲酒ひき逃げではないと言われています。福本大成さんはコンプライス違反により即クビ、当日契約解除になっていることから、犯罪案件か未成年関係が濃厚です。もしコンプラ違反の理由が薬物であれば、旧ジャニーズ事務所スマイルアップ発表の当該関係者の方々のプライバシー並びにご意向を尊重しとは言わないでしょう。福本大成さんの自宅に家宅捜索も入るとの一部情報もありました。真偽のほどは分かりませんが、家宅捜索が本当であれば即クビ、コンプライス違反で契約解除になります。福本大成さんのコンプライス違反は飲酒しひき逃げ事件ではないかとも言われています。2023年12月31日付の XQ ツイッターの投稿には、近日中にニュースになるとありました。もしこれがコンプラ違反の本当の理由であれば、即クビも納得できるところです。ちなみに投稿などでよく見られる、なぜ福本大成さんがピペル呼び名のかというと、2021年に元 NMB48 の横野すみれさんとの熱愛を文春から報じられ、デートしていた映画が煙突町のプペルだったからという理由です。しかしその後、飲酒ひき逃げではないとの情報があります。その証拠に2024年1月1日に福本大成さんの目撃情報が上がっているからです。情報提供者、遭遇者より、見た目、声が完全に福本大成だった。数人で初詣に来ておみくじを引いていた。かなりの至近距離で顔を確認したが、絶対に福本大成。福本大成のファッションはフードに茶色のファーがついている黒のダウンに黒のパンツ、色付きサングラス、福本大成は元気だったという内容です。飲酒ひき逃げであれば、福本大成さんが契約解除されてからニュースになるはずで、未だニュースになっていないとなると、飲酒ひき逃げではなさそうです。旧ジャニーズ事務所で契約解除になったのは、元宇宙シックスの山本亮太さんがいますので、闇スロットも可能性としてありそうです。飲酒ひき逃げではないとなると、闇スロットも否定できません。2020年に福本大成さんの音声が流出していたことがあります。これまでも女性スキャンダルは多く、いつくものやら歌詞があるので、
未成年を妊娠させたとしてもあり得ると納得しているファンもいます。福本大成さんの女性スキャンダルともいえる音声は2020年6月に流出したもので、福本大成さんらしき男性と彼女のデート動画を盗撮されて、それに気づいた福本大成さんの言葉です。本当に福本大成さんなのか分かりませんが、福本大成さんの声ではないかとも言われています。もし未成年を妊娠させたことになると、児童福祉法違反で法律違反になるので即契約解除になります。未成年関係でコンプライス違反になったとしたら、その周りの女性たちが動画や画像を流出させることが多いので、未成年、女性関係ではないという意見もありました。やはりどう考えても即契約解除になるには相当の理由があるはずです。旧ジャニーズ事務所スマイルアップのコンプライス違反についてまとめていきます。ほとんどのジャニーズタレントたち、 A グループだった福本大成さんも旧ジャニーズ事務所と契約しているため、旧ジャニーズ事務所のコンプライスを載せていきます。新しくエージェント会社スタートエンターテインメントになり、社長の福田淳さんによってより一層コンプライス違反が厳しくなったのではないでしょうか。もしネットで出回っている家宅捜索が本当であれば、即契約解除もありえます。関係者がいるということは未成年の可能性も低くはありませんが、犯罪案件であると思われ、やばいことは確かです。 A グループをデビューさせるために身辺整理をしている最中、福本大成さんのやばいコンプライス違反があったのでしょうか。そんな中、 A グループの正門義則さんと佐野明奏さんが2024年1月3日グループでパーソナリティを務める MBS ラジオ番組、 A グループの MBS ヤングタウン毎週水曜夜10時に出演しました。2023年12月30日にコンプライアンス違反のためスマイルアップとのマネージメント契約解除がされたことを発表したメンバー福本大成さんについて説明する場面がありました。番組冒頭、正門義則さんは、改めてですね、僕たちの口から皆様にお伝えしなければいけないことがございましてと切り出し、年末にちょっと皆様をお騒がせしたんですけども、今後僕ら A グループは5人組として活動していく運びになりましたと報告しています。もろもろスタッフの皆さんにも大変ご心配ご迷惑をおかけしまして申し訳ないんですけども、こうやって僕らの言葉で伝える場を変わらずご用意してもらえるというのは本当にありがたいことなので、誠心誠意 A グループの名に恥じぬよう僕ら5人活動してまいりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いしますと思いを語っていました。また佐野明奏さんも、本当に急遽の発表でまだ生理がついていない人たちしかいないと思うし、正直僕らも生理がついていない部分もたくさんあるけどと吐露しつつ、不安なことしかないと思うけど、今まで A グループがやってきていたことは全部やるから本当にそのつもりですと今後について前向きに話していました。そして正門義則さんは、本当に彼のファンが一番整理ついていないと思いますけども、どうかファンの皆さん同士でああだこうだみたいなのはやめてほしいと思いを告白しています。おそらく相当数の方が憶測をそれぞれ述べ、それらの情報が飛び交っている状況を鑑み発言したのでしょう。佐野明奏さんも、どういう理由でこうなったのかっていうのを発表できていない分、モヤモヤもたくさんみんなも抱えていると思うとファンに寄り添いつつ、僕らが発表できる楽しいニュースでまた盛り上がってくれたらと呼びかけていました。実際に公式サイトではどのような発表があったのでしょうか。2023年12月30日福本についてと題して次のようなコメントが発出されています。コンプライアンス違反の疑いが発覚し、弊社にて詳細な調査をいたしましたところ、本日までに事実であることが確認されたことから、弊社で定めておりますコンプライアンス規定に従い、本日付で弊社と福本のマネージメント契約を解除いたしましたとの文面を発表しています。なおコンプライアンス違反の内容については、未だ2024年1月5日時点で公表を控えている状況です。衝撃が収まらぬ中、1月2日には A
グループの5人がブログを更新しています。2019年2月18日に結成を発表した A グループは、福本大成さん、末澤誠也さん、草間リチャード啓太さん、正門義則さん、小島健さん、佐野明香菜さんの6人で活動をスタートさせています。関西出身のグループらしく、トーク力やバラエティスキルに定評があるほか、本業ではバンドスタイルのパフォーマンスを得意とし、それぞれマルチな才能を発揮しています。昨年は一部メディアで次期デビュー候補と報じられるなど、着々とステップアップしている印象でした。こうして人気と実力を伴うグループとなった A グループでしたが、年末に不測の事態が発生したことになります。まさに青天の霹靂とはこのことでした。その福本大成さんは、昨年12月25日月曜コメンテーターを務める生放送の情報バラエティ番組おはよう朝日です、朝日放送テレビを体調不良のため欠席しています。翌26日も3時間の生放送特番ゴールデンラビット TBS 系での出演が予定されていたのですが、同様の理由で休み、ピンチヒッターとしてトラビスジャパン宮近海斗が登場していました。多くのファンは福本大成さんの体調を心配していたものの、30日になって突然の契約解除が判明し、 SNS 上は大騒ぎになります。大成に何があったの？グループみんなでデビューできると思っていたのに、一発アウトって何したの？もうグループの大成くんを見られないなんて嫌だと、戸惑いや悲しみの声が入り乱れました。また同日にはジュニアのファンクラブジュニア情報局会員サイトにて A グループの5人の報告動画が公開になります。その中で正門芳則さんは、ここでグループを閉じたくないという思いが5人共通でありました。なのでこれから5人で A グループとしてこれから突き進んでいくというふうに意思を固めたところでございますなどとファンに説明しています。まだ気持ちの整理がついていない様子ながら、今後は福本大成さんを除くメンバーで頑張っていくと決意表明した。年が明けても福本の退所理由は不明のまま、 A グループメンバーは1月2日に公式モバイルサイトファミリークラブウェブのグループ連載 A を一斉更新しています。それぞれブログでは5人の活動に前向きな思いを綴っていますが、正直な胸の内も吐露していました。例えば福本大成さんとはビバチェコンビと呼ばれ、プライベートでも仲がいいことで知られていた小島健さんは、ブログで2023年を振り返りつつ、正直本音で言うと何かの間違いだと思いたいこともありますと胸中を告白しています。さらに福本大成さんと同期でもある正門芳則さんは、全てが腑に落ちて納得できているわけではありませんとこぼした上で、5人とも腹くくって前を見据えていますと気持ちを新たにしていました。いかがだったでしょうか。今回は福本大成さんの一連の出来事について時系列でまとめてきました。やはり公式に理由が発表されていないことから続くこのごたごたは、なるべくしてなったという感じがします。相手のあることから非公表となっているようですが、この先もずっと憶測合戦は続いていくことでしょう。これではスマイルアップの信用もさらに低下していくのではないでしょうか。そして果たして福本大成さんはこの先もタレント業を継続していくのでしょうか。今後の A グループと福本大成さんの動向に注目が集まります。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。